さあ、今日の一つの核心です。はい、新しいやつです。新神宮皇后、神宮天皇の戦略です。御所ヶ谷、大和、そしてここが末路、いつ、トイラ。それで「日本書紀」を細かく追求しましたらね、いつの吾田主が基準したんで、神宮さんはこういうルートで遠賀湾をずっと南に下ってきて、この後に実は奈の吾田に行って樫井宮に入ったという記録が書いてあります。で、我々が今回気づいたのはですね、今の樫井宮というのも移ってきた後の樫井宮であるということが分かりました。あそこに書いてありますね。樫井宮、飯塚です。ここにあったんじゃないか。これ今日初めてです。で、あそこに茅の森っていうのありますね、立岩遺跡のすぐ近くにね。あの字、普通はどう読みます？樫ですよね。そうです、あれ樫の宮の跡だったらしいです。だから逆に神宮さんに徹底的にやっつけられた奴国の人たちの都の跡だったみたいです。あれが大和の国の一つの終焉地です。ことごとくやっつけられました。今日早速ノース八幡もう一回行ってきたんです。かつてあそこ神宮さんがあそこ片島に上陸して式彦をやっつけた場所なんですがね、その後それが奴国だったらしいんです。奴国の中心地です。そこに樫井宮があったらしいんです。だからあれ途中からやっぱりあれも茅の森って読み方変えられたんでしょうね。私いつもあそこ通るたびにあの地味な、なんでこれ茅って読むんだいっていう感じで、どう見てもあれ柏の森ですもんね。柏の森ですもんね。そして大事なことはですよ、まだ勝ど姫をやっつける前にここまで入ってきた神宮さんは、ここから安町の松尾宮に入って平塚川沿い遺跡による橋の熊橋をやっつけたらしいんです。こう考えると柏の宮ここにあった、やっつけられた後に今の博多湾の近くに引っ越しした、それが今の樫井宮らしい。今日初めて言いました。怖いけどこっちの方が「日本書紀」の記述にぴったり合うということが分かってきました。もう一ついくよ。で、この後に、だから順番逆になるんですがね、橋の熊橋を退治した後に、今度は仁井田を出港して、今の宗像の宮地嶽神社による勝ど姫をやっつけに行ったらしいんですよ。だからそれが中和記にまさしく筑紫の松田あがたって書いてあった。だから結局草薙の剣を手に入れた後に豊国を片っ端からやっつけていく、そのほとんど最終局面が松田あがたの戦いです。で、これで勝ど姫をやっつけるわけです。その宗像に関してあの写真わかります？近頃のコマーシャル、そう、嵐がやってる JAL のコマーシャル、光の道、何神社、宮地嶽神社。そしたらこれ、あの名高い天孫降臨の地、この地はからくりに向かいて、かささの先に巻き通り、朝日のたださす国、夕日のひてる国。だから私がいる天神にぎはやひのみこと、にぎよみことにすり替えられたけどね、古事記でね、彼が最初に上陸した場所。だから由緒あるお宮さんだったんですよ。だこれ天孫降臨のぴったしこの場所で、この神社のすぐ南に二神山によく見たあの例の筑紫の品貸しの櫛振る岳がちゃんとある。全部揃った条件が、これも日本で初めて言うたよ。東京の神宮皇后居4階でついに解き明かした。ここ、そして神宮さんの時代にもまだここに強敵がおったり、それが勝一族、
だからこの土地勝浦でしょ、勝戸姫でしょ、それから最初の2番目の話覚えてます、正勝、あ、勝、勝、早日の御事でしょ、あの神々と関係する人です。あの映画俳優の勝新太郎の先祖かもしれません。その勝戸姫をやっつけた場所です。そして神宮さんにやっつけられて、神宮さんが新たに久留米の方面に見沼の皇都新王朝を建てたから、そのそれまでの敵が一族ごと今の肥前の松浦に移ったらしいです。その移った先の松浦を魏志倭人伝の松浦国に指定して、大和国探したから大和国見つからんかったんよ。やっぱり宗像が松浦国だったんよ、俺勝ったと思うと。さあ、それで神宮さんは最終的に久留米に入るわけですね。で、私その神宮さん訪ねて、久留米の、大膳玉足宮のお宮さんの由緒書きなんかを全部、読ん で、そこにここの赤字で書いてある東大寺、これが結局ユスラ陳林を滅ぼして、今でも大膳玉足宮で1月7日に鬼夜というお祭りが、行われておるわけであります。その歴史事実を反映したお祭りなんですね。でその東大臣が結局筑紫を安定させたっていうことが書いてありますね。でこれを私は最初に歌から入ってたわけですよ。あの最後、大君は神にしませば水鳥の巣だく、見沼を都となしつ、つまりここに新しい王朝が誕生したと。で見沼の皇都じゃどこやろかって言ったら、あ、久留米やって、あれ旧水間郡ちゅうんです。あそこに新しい都が建った、誰が建てた、探していったら神宮皇后だった。でその東大臣をまたずっと調べ続けよったらですね、とうとう出てきちゃった、三鎮聖公部、何者、宇和の子、その前、あれがもし本当に王人であるならばよ、時代的にそのとあれ父ちゃんしか思えない、父ちゃんのところに父って位置が入っとる、東大臣の父と同じ発音、似た字です。その東大臣って何者かって、ほらさっきの創始日本伝に書いてあったでしょ、東大臣別名木野武志内の宿命です。じゃーんです。だからあの和王さんのお父さんが木の竹主治の宿根、お母さんが神宮天皇、これが日本史の秘密。そして小松さんの本にある通り、和の五王の最大の業績は南朝の作法家に入ったことでしょ、中国の。だから古事記日本書紀出てこないって言ったでしょ、うん、ほら小松さんと合体したよ。だから和の五王書かれてないじゃん、それはだから岸王権が書かれていないんじゃん。だから天皇家は代々天皇という名前が示す通り、訓読みすれば雨君でしょ、雨君でしょ。その雨君の家系にあいながら、雨の足利氏子は中国に使いを出したから、兄弟王朝をやめろって言われてやめたから、日本書紀のイデオロギーから外れてるわけでしょ。独立宣言の書なんだから。だから卑弥呼も書かれない。和の豪も書かれない。雨の足利氏子も書かれない。雨氏でありながらね。騎士は絶対に書かれなかった。ところが、東大寺のお坊さん、長年さんは、北宋に持っていた王年代記の王であるはずなのに大臣の木の竹氏宿根書いたんでしょ、書いてあるでしょ。これがだから日本史の秘密だったんですよ。全部つながったでしょ、なんか矛盾があった、やっとわかった。当然307歳も生きてない一人で、この王の系譜が始めから終わりまでが307年、あったかどうかも知らん、知らんけど大体200年ぐらいは存続したよね、この和の方はね。大事なことは豊国、大和国一旦滅んでるんですよ。
これが形態で復活するわけです。これが日本史の実態だったんですよ。だから天皇家の系譜、豊国の王者の系譜と和の豪の系譜が絶対に合うわけはないんですよ。あれ豊国の記録しか書いてないんだから、大部分は。和の豪はすっからかん、何も書いてない。南朝に行ったことすら書いてないでしょ。これで当たったんです。で、墓はちゃんとあるのね。これは武の後の鉄、祝いの墓で、中国南朝の律令制もやってたらしい。奈良時代が最初じゃない、和の豪が先に律令制をやってる。これ裁判の後って言われるよね。不動記に書いてありますよね、別句ね。ここのさ、鉄ね、筑紫の君祝いの後の万牛寺とありますでしょ。その牛寺のところにね、金指の宮の行復興して安の標徳となるという文句がありますね。つまり金明天皇の時、かつての和の豪が王の位を降りて降伏して、つまり慶太朝ですね、金明朝に降伏して安の標徳に位を落として臣従したって書いてあるんですよ。だからここで明らかに和の豪の王権はここで終わりになって、慶太天皇がまた再び豊の国が王権を取り戻すんです。で、先ほどの神宮のところで大事なのはもう一つね、もう一つね、日本書紀では竹古熊の将軍が、押し熊の御子、草薙の剣を履いた押し熊の御子を追い詰めとったね。それが日本書紀では木の竹種宿根に切り替えられてたでしょ。だから日本書紀はいびじくも草薙の剣を手に入れたのはこの王権だって言ってるわけ。見沼のコートの騎士王権が豊の国の新法三種の神器を手に入れて久留米に新しい都を築いたっていうことを裏面から証言してたわけでしょ。そして慶太天皇が何らかの手段で、あそこに降伏って書いてあったからね、だから僕騎士王権の前兆って書いたんだけど、ある意味で草薙の剣三種の神器を慶太、あるいは金明天皇に戻したから、あれ降伏で安の標徳として命は流られたわけでしょ。だから祝いの乱が持つ意味もこれではっきりしたわけ。あれはだから慶太天皇が豊国の復権目指しての死に物狂いの戦いだった。それでその武力に勝って、その後は文化的に三種の神器を再び豊の国に取り戻して、金明天皇の時取り戻して、それで豊国が再び雨の君の豊国の王権を引き継いだわけです。だから送り名が慶太天皇です。豊の国体を継いだんですでしょう。これが日本史の謎だったんです。だから日本書紀はギリギリのところで嘘がついてなかった。だからあの和の豪にあたるところの、王人から有略あたりのところに時々あの木の竹のつくねがずっと慶光天皇のところから307歳も長生きしたって裏側に来たら記録してあるでしょうが、ね、長年にわたって生き続けてこういう進言した、こういう進言した、こういう進言したって書いてあるでしょう。あれ実は騎士王権の記録だったんですよ。だから日本書紀はだから全面的な嘘は書いてなかった。1割は残したんですよ。だけどその裏で書かなかったけど、深く読み込んだら草薙の剣が行き来してたでしょ。だからなんで日本書紀で木の竹の宿根が押し熊の御子の大和竹の御子との孫である押し熊の御子との死体を探し抜いたか、これをこの前今年神宮皇后教読み会でやっとみんなで気づいたんですよ。あ、大和武尊の御子の孫、あ、草薙の剣だって気づいたんですよ。と10年かけてですよ。これだけ古代史の追求って大変なんですよ。皆さんその成果を受け取ってるからね、今日のたった数時間でさ全部もらっちゃうけど、僕らこれ10年かけてやったとよね。はい、分かりたく覚えとこう。神宮は秋の竹の宿根と婚姻し、筑後の国見沼にコートを建て、騎士王権和の豪とその前後が成立した。次の武の次の鉄が筑紫の君祝いに当たるようである。豊国の慶太天皇と争って敗れ、王権は豊国に禅譲された。成り立ったでしょ。慶太の宮と分かったよね。